で、作業台。ああ、でも木が一つ足りない。どうしようか。まず木材のツル。塩をクラフトして。石の剣が今作れるんだ。で、次は青銅の斧。ゲットしたいね。サンドフラワー。木材ゲットした。これで一つ作って斧を作るという感じか。木の棒一個作って、で斧を作りたいんだな。中サイズの木を切り倒すことができる青銅の斧。OK。 これでもうこの二つとはおさらばだ。4と5。で、一応釣りを8番にセットしておくか。よし、こんなんで寝ていきましょう。まあまあの一日だったなっていう感じだな。次の日のイベントも楽しみだね。じゃあ新しいことは起きるかな。なんか風マークが出てるね。風が強い日なのか？このワンちゃんも変えるのかな？変えたら面白いね。お？泣いてる？よう、フスオデックはとんでもない。砂粒が容赦なく飛び回っていることは知ってるな。これは専門用語で砂嵐って言うの。お。サンドロックの守りとして、俺はあんたに砂嵐を怖がらなくていいことを教えるために来てやったぜ。砂嵐が始まるまでは、収まるまでは屋内にいることだ。だがどうしても外に出なきゃならない場合に備えて、教会でからはタダでサンドギアセットを用意してやった。いいだろう。こいつは砂漠の中を移動できるスラム優れものだが、嵐の中で出てくる猛獣に対しては使い物にならないことは光を見るより明らかだな。まあ、何？俺がサンドギア使っていないことは気になるって？俺みたいな経験豊富なヒーローにとっては砂嵐なんか、このシュッとした顎周りのマッサージみたいなもんだからね。シュッとしたかな、今の。おそうでっこ、今言ったことはよく覚えておきよ。二度目は言わないからな。ここに来る途中で、めちゃくちゃ大きい野生のヤクメルがうろうろしているの見た。今から片付けてくる。サンドギアを使いこなすよ。おう？サンドギア。キャラクターは C か。で、帽子か。テラーマシンレベル1。まあ、とりあえずこれで行くのかな。水色のやつが？お、怒り狂った野生が、すご。なんかわからんけど、倒したっぽいね。すごい強い。もう。あの人がいるだけで何でも倒すわね。というよりか、なんかメールが来てる。今日はイベントなしかな？ほとんど、町の新しい仲間に少々ご注意を申し上げます。これがサンド嵐。砂嵐か。砂嵐の紹介ね。で、マルチダさん？砂嵐の来たタイミングは最悪ですが、残念ながらメンソンのお別れパーティーは天候が回復まで延期しなければなりません。追って連絡あるまでお待ちくださいと。ということで、パーティーは延期されたってことだね。そうだ、研究所か。土コレクターね。作るには何が必要なんだい？土コレクターは。詳細を確認中。1日に集
ああ、この塩って買わないといけないのか、結局。それは、なんだろう。大理石も、ロウ、解体しないといけないのか。なるほどね。さ、ということで、今日は何ができるだろうね、この嵐の中。なんか地図見てもイベントはなさそうだもんね。牧場や牧場のお店。あ、釣り場がこんな奥にもある。で、何かある商業ギルドはね。お仕事なんか。まだ引き続き、ガラスだが、青銅が10個。罠。まあこの研磨剤を作るのは簡単だけどね。ああ、なるほど。星の数が多い分だけ、いいという感じか。石のダガー4つ？ああ。ああ、でも、コンミッションレベル上げないといけないんだよね。その研磨剤でも作ってくるか。よっ、よっ。で、研磨剤の6個、クラフト。なんか、意外と簡単だね、今作はというか。で、そこだね。ちょっと遠そうだから、バイソンを使おうか。いや、一回8ゴルって、いや、安いね。スキップする必要もなかったな、今の。この中にいるの？みんな。おー。休日だからか。すごい、楽器を使えるんだ。みんなに話しかけていくか、じゃあ。頻繁な砂嵐に慣れてはいけません。時間がかかることです。また、その沈め方は満ちていないのです。はあ。はぁ、あ、っていう感じ。みんな、はあ、話しかけていこうか。ゴーグルをつけていれば、砂嵐の中でもよく見える。試したことある。まあ、そんなとこか。まあ、そんなにね、ここに入って、する意味もないしな。ちょっと土地も広くなったし、ああ、でも、物を移動させるほど物もないしね。で、バッグで見て、ディスクは持ってる？ディスク持ってなさそうだな。ああ、隙間に入った。あ、宝箱壊せるの？ああ、木製の板になった。いや、すごいな。それは、わからなかった。さあ、ということで、今日も、ちょっと地下に潜ってみようかな。いやー、このポルキアはね、体力回復があんまりないのがね、難点なんだよね。あー、そっか、岩が壊せるようになったから。砂岩？何ゲットできるんだい？お、大理石4つも。で、ブラッドストーンもゲットか。いいね。続き、その硬い岩っていうのを壊していかないとね。あー、なるほど。この部品が手に入る場所ってことか。まだまだ研究が必要だね。オートセーブしました。あ、入ったらオートセーブなんだ。こんな場所だったのか。まあ、スル鉱石も引き続きゲットしていって、
いやー、レベルアップしたから違うね。お、パワーストーンも壊せるの？あー、なるほど。パワーストーンってそういうのを集められるのか。はい、こういうのもちょっとゲットしておかないとね。博物館で、どんどんね、いろんなものを作りたいし。DNA 模型のリスクか。リスクじゃないけど。なかなか大変だな、これ、奥に行くのも。で、一応、鈴鉱石もゲットして、どうも、積極的に取っていかないとな。で、次は、どこだ？多分、こっちら辺じゃないか。お、あったあった。ちょっと隙間が足りないか。よし、通った。やば。びっくりした。なんだろうね、ここ。病院かないかの施設？おそらくそこだろうな。シンプルな回路。二つ？とりあえず。あ、入るじゃなくて出るだ。遺跡を離れて、シンプルな回路。あ、ちょっとなんかレベルアップできないか見てみようか、そこら辺も。発掘調査機、解析チップ。あ、このスーパーバッテリーっていうのもなんかいろいろあるんだな。まあそんな感じだったか。ちょっとご飯食べてまた新しい依頼でも受けるかな。それかローでも作るか。ご飯食べれない可能性だって十分にあり得るな。日曜日だし。あ、そういえば、ポイント。あ、これね。ツルハシで採掘する人中時に 10% 確率で2ポイントのスタミナが回復する。あ、いいんじゃない？これから結構、使えるしね。こういう、あ、そう、仲良。知り合いになった人、あと4人か。まだ最初の頃にはいない人とかもいるんじゃないかなと思うけど。そうだ、研究所は上の方かな。クリーンアップしていこうか。いいね。課題が2つも、4つもか。手に入った。研究所、おそらく、ここなんだろうけど、ああ。次の依頼できるかな？やあ、チーフォン。研究について。お、19枚もあるんだ。グラインダーすると、民間炉。ゴミ、お、宝に笑う。お、金に変えるアップグレードされたリサイクル。火力ジェネレーター。鉱石生成器。何それ？原石から生成器を仕分けるマシン。稼働中レアな宝石を出すこともある。なんだろう、それ。製造マシン。金属を、で、こっちは川の加工までできる。川の加工か。リファイブ。既製品の品質を向上させるマシン。使うことによって、使う材料によって効果が変動する。何を解放させていければいいんだろうね。まあでも短いプロセッサーで、一日待ってやって。あ、いっぺんに何個かできる。あ、できないか。チーフォンにも話して、こんな人が結構いるのかな。
あ、中に入りません、やってみる。まあそんな感じでやっていきましょうか、引き続き。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。